前なんかいらないってことだろう。あんたなんか産まなきゃよかった。なんでもいい、ただ帰れる場所が欲しい。決めた。え？君を僕の弟子にする。あの、君名前は？チセ、羽鳥チセです。さあ、目をつむって僕にくっついて。目がくらむかもよ。目がくらむって何を？行くんだ、僕たちの家に。家？影にいらくさ、ヒイラギの輪。あの、これは？トエにハタエに、雲の水筒を、かの枝に紡げる。いないんでしょ？あなたを待ってる人なんて。あんたなんか産まなきゃよかった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 。え？何するんですか？夜の森は迷いやすい。こうやって帰ろう、僕らの家に。はい。帰ったら手当てしないとね。未来の僕の奥さんに傷が残っちゃ大変だ。はあ、ん？奥さん？誰が、誰の？あれ？言ってなかったっけ？君を買ったのはもちろん弟子にするつもりでもあるけど、僕は君を僕のお嫁さんにするつもりでもあるんだ。はい？エリアス？エインズワース、その嬢ちゃんは何だい？困るよ、アンジェリカ。人の弟子に勝手にあれこれ教えないでくれ。魔法は奇跡だよ。でも万能じゃない。魔法を知りもしない、使ったこともない子供にこんなことができるなんて。あの、スレイベガだよ。なるほどね。なんで黙ってた？知るやつは少ない方がいいんだ。そう、私は恐ろしい魔法使いに怯える哀れな子羊なのだ。死ね。おい、魔法使いと神父ってなんとなく仲が悪いイメージだったんですけど。ん？本当に仲が悪いんですね。じゃれ合いみたいな。そうだね。ひどい。ねえ、チセ君、こいつね、昔からこういうところが。シルキ？このように、この家には誰も私の味方はいないわけなんだ。来ればわかるだろう。まったく、お前は。あれは？ああ、知らないヒナだー。はい、新しい子だ。ようこそドラゴンの国へ。ドラゴン？日本では見たことないか。アジアのドラゴンはまた違うものだというしね。かわいいね。おや、珍しいお客だ。ネビンのおじちゃんも来た。知性の魔力がネビンに流れ込んでおる。ネビンには良い力添えとなるだろうが、スレイベガの過ぎた魔力は時にそのもの自身を傷つける。あの子はまだ加減を知らないんだ。それを教えるのがお前の役目じゃろう。このまま思うに任せていたら、あの子の体は3年と持たんぞ。分かってる。木が。
ありがとう。君が来てくれたおかげで、最後に飛べた。私は何も。いや、君の魔力でとても鮮やかな夢を見ることができた。少し前にリンデルが小さな種を体に植えてくれた。この地では樹木は育ちにくいが、私の体を苗床にするならきっと大きく育つだろう。勘違いをしているようだが、私は魔術師でね。魔術師？かわいそうに妖精にまで騙されているのか。騙す？騙してなんかいない。僕らは嘘を好まない。そうだな、お前たちは真実を黙するだけだ。そうやって哀れな子供を己の好奇心のためだけに首輪でつないで利用しようとしている。奥方を直接見せてもらっても見てくれるのか。頼む、すぐに来てくれ。あの魔術師、あれは嫌なやつだ。ありがとう、もう休みな。ご主人とお話してくるよ。はい、ありがとうございます。ミナ、きっともう大丈夫だよ。ありがとう、マシュ。本当に奥方のことが好きなんだね。頼む。わかったよ。え？奥方、猫は好きかい？猫？ああ、そうか。ならちょうどいいかも。じゃあ、君にちょっと頼み事をしようかな。何でも言ってくれ。知っているかい？猫には9つの命があるんだ。え？なに、簡単なことだよ。家や畑を手放すよりもずっとね。どこだろう。君がいないと寂しいんだ。ミナ。消したりなんかしない。大丈夫、運んでくれる。だからあなたも想像して。タンポポが種を風に乗せるみたいに、そこで芽を出して根付くように、行くべきところへ行く風が吹くように。Thank you.
そうだ。この記憶がいらないなら壊してあげるよ。さっきも言ったけど、僕は浄化なのは苦手だけど、こういうのは得意。表情は変わらないのに、目の光だけが子供みたいに見える。そんなに怖がらなくてもいいんです。あなたがいらないと言うまで、私はあなたのそばに